崖上に据えられた聖堂アランサス、聖堂スペインにおける一アランサス等アランサスの聖母、アランサス聖堂、またはアランサス聖堂は、スペインバスク自治州、ギップスコア県、オーニャーティにあるフランシスコ修道会の聖堂、アランサス教会堂、アランサスの聖母聖堂などとも、イグナチオデロヨラと共にギップスコア県の守護聖人である、アランサスの聖母が主要な数敬対象であり、 この聖堂はギプスコア人の間では高く評価されている。アイスコリアマ中腹の高原の静けさや穏やかな雰囲気に加え、良好な道路インフラが整っているため、多数の信奉者が訪れるほか、地域内だけでなく、スペイン国外からも観光客が訪れる。オニャティの中心部から約10キロメートル、聖堂は標高750メートル地点にあり、 ハイカーにとってこの聖堂はいくつかの山岳トレイルや重装の出発地点でもあり、ウルビア牧草地やアイスコリ山系、アロニア山海などへの経路を提供している。1469年、アランサスの聖母が羊飼いのロドリゴでバランサ敵の前に現れた場所がこの地点であるとされている。伝承によれば聖母は寒木の茂みの中におり、羊飼いが、そなた、 その中のそなたと叫んだ言葉が、この場所の名前となったという。言語学的説明によれば、この場所の名称は、ランサー、ズニキンする。アランサスという名は、アランツァやアランサスという形態で、スペインの女性名にも見つけることができ、特に、ビスカヤ県とギプスコア県に多い。また、スペイン語の音声学に沿ったアランチャという形態も見られる。1468年に、 羊会の前に聖母が現れた後、フランシスコ修道会の聖堂が建設され、1522年には修道生活に入ったばかりのイグナチオデロヨラも訪れた。聖堂は数度の火災に見舞われ、オリジナルの部分は完全に消失したが、1950年に再建計画が考案され、バスク地方の芸術家たちがバシリカの再建に携わった。 フランシスコ・ハビエル・サイエンス・デ・ボイザとルイス・ラオールガが建築家たちの指揮をとり、ルシオ・ムニオス、ホルヘ・オテイサ、エドワルド・チリーダ、ネストル・バステレチャ、シャビエル・アルバレス・デ・エウラテなどの芸術家が作業に参加。1955年にバッシリカの建物が完成し、宗教建築としてだけでなく、芸術的にも高く評価されている。 1955年からは長らく作業が中断していたが、アランサスの聖母権限500周年の1969年に全体が完成した。1968年にエウスカルサインディアが共通バスク語の国史を提言したのはこの聖堂だった。1970年代にはバスク地方分離独立主義組織バスク祖国と自由が、この聖堂に別の意味を付加し、お定さによる、 ピエタ像をクアルディアシビルによって殺害された活動家のチャビエチェバリエタのオマージュとして解釈した。聖堂は ETA と政府当局の交渉の場としても機能しており、公式、非公式な折衝の場となった。1995年、バスク地方出身の映画監督であるアレックス・デ・ライグレシアは、アランサス聖堂も舞台としたビーストの SF ホラーアクションコメディを 制作したアランサス制度の主要な祝祭は毎年9月9日に行われる。ありがとうございます。